例えばどうするんですか。横島が行って胸で横島親方に入って肘こう押さえて肘で手を押さえる胸で胸を押さえて手入れてで顔またいで顔またいでこう押さえる、はあはあはあ、で入ってからゆっくりなるほどなるほど、はい、腕をしっかりこう取る胸につける胸につけるはいでつけながらこれだけだとあの相手も動いちゃうのでつけながら押さえ込む押さえ込むと、はい、つけて押さえ込むはいで足でまたい で倒れる時もこの胸をこうこういう感じでいっちゃうんですね、はあ、こういう感じでいくとこれあの肘抜いて、はい、抜けちゃうので隙間ができて、はいはい、ああ逆に言うとだから十字かからないこういう感じとかでかかっちゃうんですね。はあ、ははあ、変な形で、ね、抜けられちゃったりすると。だからしっかりつけて、倒れる時もしっかり自分の胸につけながら、倒れる。着ない場合ですね、あのこっちでもいいし、こっちでもいいし、こっちでもいいし、この自分のももを使ってこのテコの原理、はあはあ、ちょっと振ってやると、はい、そうすると簡単に払える。はい。あとは切るのもここを切ってもあの。切れないので、持ち替えてもいいですけど、手首の方を持って、あ手首で切ると、で背筋でバッと、はあはあ、足は締めなくていい、締めなくてもこっちの方、相手のこっちの、はい、肩の方をこうす、あ、肩のところで固定したらいいです、はい、はあはあ、そうすればこう足だけでももう抜けなくなるので、はあはあ、これひっくり返らないんですね、はい、はあはあ、お湯を沸かして3分経ってからでもいいですけど、3分経ってからでも十分間に合う。はい、ちょっとちょろっと一口食ってから一口食ってから決めると、はい